細葉の四ツ葉ムグラは、赤根か、赤アカ、八重ムグラ族の軟弱な多年草。茎は細く、車上して、高さは二重から五十センチメートルになり、四両があり、両上に、下向きの差しがごく少数生える。茎の基部は地面を生うこともある。葉は、普通四から五個が隣生し、時に六個となり、角、我がへが立って、茎につく。養身は、 長さ0.5から2センチメートル、幅1.5から5ミリメートル、強調楕円形、または、頭皮心型で、先は丸く、器部は次第に狭くなり、葉の表面に毛はない。葉の円と、里面中脈に、下向きの四条毛が、わずかに生える。これらの臨生する葉は、耐性する本来の2個の葉と、残りの2から4個の葉と同型の卓葉となる。下記は6から8月。 茎先や上部の溶液から枝を出し、果樹をつけ、2から5個の花をまばらにつける。果樹軸及び花柄は花器に、長さ3から5ミリメートルになる。果敢は、逆き形で、計1ミリメートル、白色で先は3列、時に4列し、頭部はない。有水は3個、時に4個ある。脂肪は2室に分かれ、各室に1個の胚種がある。果中は2列する。 果実は2個の文化からなり、各文化に1個の種子がある。分けかは休憩をしており、無毛でスベスベしている。お芝標本用に乾燥させると黒色に変色する。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、低地からア山帯まで、生育範囲は広く、湿地や故障のほとりなど湿った場所に生育する。世界では、朝鮮半島、 中国大陸、極東ロシア、北、アメリカに広く分布する。和名、細葉の四つ葉ムグラは、細葉の四葉ムグラの意。ムグラは、草むら、ヤブの意味がある。種小名トリフィダムは、ミナカレツノの意味。アシュメイコロンビアナムは、コロンビアノの意味。ありがとうございます。